に来てもらってます。先輩に桑原ひろよしさん、久保達彦さん、お願いします。お疲れ様です、はい、お疲れ様です。暑い中ありがとうございます。ありがとうございます。もうファン感謝で今年で25歳。ちょっとタスさん、全然やる気ないじゃないですか。タスさん、ちょっと前前タスさん前に暑いっていつもと一緒じゃないですか。久しぶりに来ていただいて、まあ、25周年ということなんで、ね、レジェンドの方々に来ていただいたんで、昔のね思い出話とかね、懐かしい話をちょっと聞いていきたいと思いますけど、いいですか、タスさん。聞いてますか。聞いてるよ。聞いてますか。まあ、ここは何年差で入られたんですか、クワさんとタスさんって。どういう先輩後輩関係なんですか。僕、まあ大卒で94年に入りました。はい、はい、これは何年か。何に聞いても分かんないですよ。僕のね、1個上なんで96年かな。96年ですね。それぐらいに。なるほどなるほど。入った時なるほど、覚えました。もう一回聞きますよ、後で。96年ですよ。96年。96。その入った時ってどんな感じだったんですか、タスさんって。もう最初からあまり変わってないと思うんですよ。あまり髪が長かった。髪が長い。わかります。昔の写真見るとね、髪長いですよね。どのタイミングで、あ、じゃあどのタイミングで坊主になったんですか。聞きます。え、悪いことしたとかそういうんじゃないですよね。そうなんですか。そうです。そうなんですね。タイミング有名な話なんですか。有名。知ってる工事。俺知らないですよ。なんで知ってる。知らない知らないです。俺ベンちゃんの影響かと思った。ああ、そうしときますじゃあ。そうしときます。そうしベンさんは最初から坊主。いや、ベンちゃんも長かったですよ。練習生で。ベンさんも何かきっかけあるんですか。ベンさん髪だろ。髪です。髪、髪角刈りだったよね、ベンさん。いや、僕知らないですよ。お前これぐらいの時お前。いや、確かに。だから分かんないです。だから分かんないですよ。角刈りだったんですか、ベンさん。ベンさん角刈りで、坊主になって。で、はい、でもたくさん、まあ一回したらずっとですよね。坊主？坊主。うん、そう。もうなんかハマって楽だからですね。それもう自分で やってたんですか、ずっと。嫁さん。あ、嫁さんですか。今どうしてるんですか、今も。今はやってくれないっす。今は自分です。今は自分。うまく、どんどん上手くなるんですか、やっぱりやってたら。自分でやってたら。やっぱそういう残しとかあるよね。向こうどもに言われて。逆にあれですよね、クワさんはなかったですよね。僕入った時めっちゃ長かったんですよ、髪が。そうですね、今よりももっと長かったです。僕クワさんと、クワさんと服部浩太さんいるじゃないですか。見分けつかなかったんですよ、実は。よく最初は。あ、分かるかも、なんとなく。はい、浩太の奥さんもつかなかったらしい。僕を見て、浩太、浩太って言ってたらしい。似てましたよね。え、桑さんに向かって、浩太、浩太って言ってたらしいですよ、あの、奥さんとかで。試合中ですか。はい、そしたら桑さんだ。だって、利き足違うじゃないですか。そうなんですよ。そもそもいるとこも違うと思うんですよ。ポジションがまず違うんですよね。そうなんですよ。まあ、でもそれぐらいに似てたらしいですよ。こんぐらい結構長かったですね。キムタクみたいな。いや、もう髪の話やめましょうよ。いや、髪つながりでちょっと。まあね、何影に入ってますか、ね、ガッサ。今、そのテント取るために休んでんだから。あ、テント取るために。ね。ポジション変わった方がいいですか、真ん中に。こっち側だ。こっち側だ。こっち側だったら前の方出てくれます。それはいいや。それはいい。すぐ休もうとするな、本当に。え、じゃあ工事入った時は、じゃあ2人は。はい、もうその時ってチーム内どんな厳しいって感じだったの。優しい感じだったの。まあ、いや、怖かったっすね。なんか話しかけづらいなっていうのは、そういうオーラがありました。今もほら遠く見てめっちゃ話しかけづらい。俺ら関係ないよみたいな。2人ともね。俺桑さんの真似やって。2人とも多分そんな怖いオーラはあんまなかったかなと思うんですよ。まあでもやっぱり
こう10代の男の子が入ってくるとやっぱりそういう風に見えたのかな。僕も入った時風間さんとかめちゃくちゃ怖かったです。能順雲とか。能順雲はでもなんか多分同い年ぐらいなんですけどね、はい、すごい上から来られました、ね、押さえつけられてました。厳しいんですか。厳しいですね。一人厳しいですよ。一人厳しい。自分に、まあでも自分にも厳しいから人に。そうですね、他誰か厳しい人とか。じゃあ逆に優しい人とか、この人面倒見てもらったとか、タスさん優しい人面倒見てもらったとか、まあ、ベンさんは優しい男見たことない。あんたいないですか。あ、俺の中では今まで人生で、いますか。高木さんは優しかったですね。なんかすごい声かけてくれて、細かく教えてくれたりというか、プレコーした方がいいよとか。いや、サッカーじゃないです。あ、サッカーじゃないプライベートの方でちょっと優しくしてもらいました。へぇ、はい、どんな風に。ちょいや、ご飯いや、なんかいや、なんか聞きたいなと思って。聞きたいですか。聞きたいですよね。いや、ご飯とかですよ。ご飯とか。ご飯とか。ご飯とか誘って結構行こうよ家族で、はい。で、結構高木さんはいろんな人集めてというか、いろいろ連れ出したりするタイプの人だったんですか。いや、そうでもないです。桑さんに特になんか、はい、なんかちょっとマイク使ってもらえますか。マイク使ってもらえますか。ないです。お兄ちゃん。いや、お兄ちゃんじゃなくて厳しいですよ、俺は。笛使ってもらっていいですか。笛使ってください、ね、はい、後ろ、もたれ出したらすぐピッてやってください。桑さんが吹いてくださいね、先輩が。タッさん。マイクここから動かさないと。タッさんがいなかったんですか、その優しい先輩って、うん、食事一緒によく行ってた選手。おらんな。一人で行ってたんですか。選手とかとあんま出てなかったんですか。いや、みんな集まって行ってましたよね、昔。なんか結構多かったですよね。覚えてない、はい、次言いましょう。一期一会です、ね、その場限りですね、大体。じゃあプレじゃあ監督とかでいろんな監督が会ってきたと思うんですけど、はい、覚えてるなみたいな、印象あるなみたいな監督とかいますなんかじゃあまずタツに聞いたほうがいいですね。タツさん、このあ選手でもいいですけど、ちょっとこの人みたいになりたいなとか、この監督いいなみたいな。監督はやっぱバレリーが、面白かったですね。サッカーのやり方って考え方、どういうところが面白かったんですか。どんなやったの。もう記憶力がもう面白い。面白いっていうことは覚えてるけど、何が面白いかは分かんないってことね。とにかく面白い、ね、みんな攻め寄ったもんね、みんなね。まあ、攻撃的なサッカーでしたよね、うん、はい、面白かった。いっぱいボール触ったもんね。変わったよね。そうですね、はい、監督になってね、はい、まあ今2、3年はね、めっちゃいい2社のサッカーになってからね、はい、すごいサッカーやってるけど、その前はもうボール触るのも大変だったもんね、俺ら。そうですね、なかなかな。まあ守備的なサッカーも、うん、はい、当時僕がトムソン監督でしたけど、そうそうそう、少しそういう、はいはい、守備的なサッカーだったので、まあ、バレリー監督はすごく新鮮で楽しかった記憶が、うん、桑さんもあるんじゃないですか。いや、ありますね。ありますよね。はい、はい、はい、急に投げないでいや、考えてますよ。楽しい。あ、でもなんか攻撃的な、そうですね、まあ、攻めててくれれば僕そんなに仕事なかったんで、はい、ただどちらかというとその時は相手の良さを消すというよりは自分らでまあ、リスクマネージメントだけ考えていけばよかったんで、僕は、はい、で逆にトムソンの時の方がやることが多かったのと、まあ、ボランチで結構使ってもらえたので、そこはまあ楽しかったですけど。いや、まあね、いろいろね、監督変わって、はい、サフレッチェ見てます。見てるよ。見てます。どうです今。今タスさんの、じゃあタスさんの、タスさんの、じゃあ今年は見てない。一回しか見てない。あ、でもね、今年ね、ほぼ勝ってないから見なくて正解です。そう、それね、面白くないと見ないですよね、タスさんね。そういうわけじゃない。いや、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。たまたま見てない。まあ今日も新監督
出てきますけど、はい、まあ、でも監督によってね、いろいろ変わりますもんね、サッカー、うん、選手たちも ね、はい、まあ、強いのが面白いですけど、やっぱ攻撃的なのって面白いですよね、うん、面白いです、面白いですよね、はい、福田さん絡んでないですか、監督。いや、1年目、あの、絡んでるはずなんですけど、僕はちょっといろいろ体調崩したりとかで、あの、絡めなかった絡めなかった。あ、でも一緒の94年にやってるってことですか、ね、はい、はい、じゃあほぼ覚えてないってことですね。覚えてないですね。フランスから帰ってきましたからね、一人で体調悪くなって。あ、合宿先からってことですね。はい、ファーストステージ優勝して、はい、間のフランスキャンプから、はい、一人で帰ってきたんで、じゃあ寂しい思い出ですね。いや、でもファーストクラスで帰ってきたんで嬉しい。あ、本当ですか。はい、そういう時代だったんですか、やっぱり。いや、それしか多分取れなかったんですよ。もう早く帰れみたいな感じになって、はい、もう一人で空港を行って、一人でこうトランジットとかいろいろ手続きして、はい、大卒ですぐファーストクラス一人乗れみたいな。横になりましたからね。フラットになりました、ね、結局何でしたっけ、体調不良って。なんとか海洋です、胃潰瘍みたいな。走れなかった。それは大変ですよね。いや、まあ僕の病気の話で楽しくないですから。すいません。いや、まあそういう話聞きたいですよね。普通にあるより、あの時はどうだったみたいな裏話が。そうですね。いや、工事の話しましょう。で、工事はじゃあ入ってきた時どんなやつが入ってきたと思います。その。すぐ分かりました。僕とカズ。いや、分かんなかったんですよ。はい、分かんないですよね、やっぱり。タスさん分かりました。これは分かってました。いや、絶対分かってない。じゃあこれ全く分かってないから。これどっちですか。どうもあれやったね、工事は。面白くないな。さっきまでなんかカズとか言ってたじゃないですか。いや、本当分かんなかったですよ。分かんなかったです。スパイクが違ったんで、その時は。まあ、あんまり言っちゃいけない。もうとにかく分かんなかったら名字で呼べって言って。俺さっき言っとけば、二人が見て。そうなんですよね。で、まあ、カズが、もうユースの時から、まあ、ボランチ組ませてもらって出てたんで、まあ、ちょっとは分かったんですけど、やっぱりこうトレーニングの中でどこに誰がいるとかっていうのは分かんない状態でパッと見ると本当分かんなかったです。だいたい笑ってるんですよ、こんな感じで。コージが、はいはい、カズはこうちょっと一生懸命口閉めてなんかこうキリッとする感じの顔をしてるんですよね。入ってきどうでした、タさん。はい、どうぞ。タさん、タさんはどう見分けつけてたんですか。俺もカズ、コージって両方呼んでました。一緒にね、カコージって言えば、ね、カズコージどっちかが反応する。確かに間違ってないですね、正解で。それいいですね、最初にカズコージ。おかしい。本当適当ですね。まあ正解。今日結構喋ってますよ。結構喋ってますよね。今日はありがたいです。だんだん日陰になったから前出てきて。本当。いい感じです。いい感じですよね。今ちなみにサッカーとかやったりしてるんですか。俺。はい。俺やってないね。やってないですか。やってないんでね。やりたいとかなんないですか。ならんね、暑いけ。季節、もうちょっと涼しくなった。秋になる。これ蹴ろうか。ね。お願いします。よくサッカー選手やってましたよ、ね。確かに。夏場弱いんですか。確か夏場弱いんですか。夏良かったね、これ。良かったんですよね。なんなんですかね。だらけ、今だらけてるんですね。おっさん、おっさん、おっさんは分かりますよ。みんなおっさんですもんね。だいぶ。またでもみんなでサッカーしたいですよね。やりたいですね。やりたいですね。クワさんとやったことないですよ。あの、対戦はしたことありますけど、チームメイトでそうですね。対戦はしたことありますけど。フットサルでもやりますか。ね。はい。コジ企画してね。やりましょう。一番投資しただから。はい。おーって言ってますけど、あの、皆さん別に見に来ないですよ。ですよね、別に。ですか。あ、そういう大会ってことですか ?OB。いや、もういいかな、みたいな。そうですね。あ、オープンな。オープン。でっかいやつだと、人数揃えなきゃいけないんで。でっかいのもやりたいですけど。でっかいのもやりたいですよね。ね。なかなかできてないですよね。でっかいのもそう。でっかいのもやりたいですね。ね。
なかなかでも今指導者になってる人とか多くてね、スケジュールが合わなかったり、ね、はい、ね、どこ行っても大丈夫ですよ。そうなんですよね、だからいつも来てもらってるんですよね、はい、暇なんですよ。ありがたいですよね、でもね、広島にいるだけなんで、もタツさんもね、いつも来てもらってますもんね、呼んでよ、呼びますよ、もうずっと呼びますよ、暑いとか言わないでください、はい、これからも、はい、いっぱい呼んでいろいろやってもらいたいと思いますけれども、この後も少し中のところで手伝ってもらいますんで、はい、はい、見かけたら声かけてあげてください、はい、あのタツさんだらけてたらピシッとしろってだらけさせるとダメなんで、メータさんお願いします。お願いします。ほらやる気あるんでよろしくお願いします。この後中の、ファンカフィールドでもお手伝いさせてもらいますのでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ以上で最後に聞いた方がいいですか。最後に何聞こう、はい、入団した年何年ですか。入団、はい、そう96だ。すごい。記憶力ありました。今日一つ賢くなって。賢くなりました。ありがとうございます。じゃあ15分ですね。15分。もうちょい後でじゃあ見かけたら聞いてみてください。何年入団しましたか。宿題ですね。覚えてください。じゃあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。